はい、島吉です。今回は真夏の山に来てます。今日はですね、9月の、3日になります。ということで、ジメ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 すごいですね。今はですね、こちら唐松林の方に来てます。実はですね、これからちょっととんび舞茸の方をちょっと見に行こうかと思うんですけども、今年はですね、不作中の不作、ま、取れてるところは取れてるという、感じなのかな。ということでですね、今日は、とりあえずですね、あと2年ぶりぐらいに、花びら竹を見ながら、その後後半はとんび舞茸。とんび舞茸はですね、別に取れなくてもいいんですよ。ただなんていうんですかね、出たのかなという、ちょっと回れなかったところ出たのかなとちょっと気になってまして、そっちの方もですね、ちょっと探索がてら行こうと思います。いやー、真夏の山。それでは皆さんを真夏の楽園へご招待します。さあ、それでは本日もよろしくお願いします。これがカラマツになるわけですけど、肌触りがですね、結構ザラザラ感があって、結構ですね、太さの方も太いものと細いものがある、いろいろあるわけですけど、花びら竹が出る条件としては、弱ってる木になります。よいしょ。これ面白いんですよね。弱ってなくとも、なんか根っこがこうふついたりするとですね、なんか菌が回るというふうに聞いたことがあって、弱ってない箇所にも出る場合もあります。ということで、まあ、弱ってる木まず探しましょう。まあまあこんな風にですね、点在している箇所に今いるんですけど、なかなかですね、真夏なので、あとですね、私もそうなんですけど、水分必ずですね、持ってった方がいいのかなと思います。前もなんか動画で言ったと思うんですけど、ポカリスエットだとか、ああいった系統のものをですね、あまり持たない方がいいかなと思います。ポカリスエットってなかなか水分吸収しないんですよね。保水品の方今、売ってると思うんで、それを私は最近使ってるんですよね。やっぱり足が、なんていうんですかね、足がですね、つるんですよね、水分不足で。そんなそんなで、あまり期待せずにですね、ちょっと金松の方見ていきたいと思います。お、トーマス。あ、めっけましたね。そう、わりかし早いですね。山入って多分10分とか15分とかそんな程度。よいしょ。さて、なぜですね、今日花びら竹を見に来たかというと、今、9月の上旬で花びら竹が取れるということは、舞茸も遅れてるという、ことになるわけですよ。なので、老けたやつでもいいんですけど、状況的に。よいしょ。おー、やっぱ老けてますね。めたくそ老けてます。おー、でかかったですね、これは。ほら、大きかったですね。まあ、これですね、花びら竹結構老けててもですね、虫入っててもバラバラにして、キクラゲ状態までですね、乾燥させると意外といけるんですよ。知ってました？シャネッケベっていう、なんか最近動画流行ってるんですよね、TikTok で。ということで、やっぱり花びら竹は、出ましたね。まあ、全国各地からですね、私の方に、こんなのが取れましたよなんていう、ことなんですけど、これすごくないですか、この写真。送られてきたものなんですけど、ドーンということで、これ山形県の、方、なんですけど、新庄の方です。とんび舞茸、結構わりかし豊作でしたよという情報をいただきましたね。それからこちらはドン、これはですね、山形県の、米沢の方、結構ですね、たびたび送っていただくんですよね。ありがたい。なんか出たようです、出たようですっていうか取れたようです。はい。それからこれはですね、どこだ、これはどこだ、YouTube あるあるなんですけど、今、これはですね、和歌山県の方です。和歌山県の方で、トンビ、数年前にですね、なんか思いっきり取れた箇所があって、
なんかよく見るとですね、なんか深山っぽいんですけど、ちょっと実際ですね見てるわけではないのであれなんですけども、まあ出ましたよということで、すごいですね、なんか次世代に残すためにですね、あの自分はちょっとしか取ってこないという、それをですね、次の世代に渡すとかっていうなんかお話してたような気がしますね。あ、まあでもそんなボコボコ花びら出てるわけではないですね。なんか今年出そうだななんていう思った気には出てないですね。まあまあでも意外とですね、山湿気あるんですよ。意外と山が湿気あって、実はこの湿気が舞茸に良くないということで、ある機関の先生たちともですねちょっと情報交換しながらお話ししてたんですよね。今年ですねものすごい気温が高くて、キノコ菌にはですねめちゃくちゃいい気温なんですよね。でキノコ菌というのは積算温度で、成り立ってます。舞茸の場合ですと4500度程度になるわけですけど、もうその積算温度はですねもうクリアしてるんですよね、とっくの昔に。あとは気温が下がって、どのタイミングでスイッチが入るかということなんですけど、まあまあキノコ菌がですねスイッチが入るのがだいたい15度とか、まあ、20度付近って言われてるんですけど、そこまで一気にですね今年の場合気温が下がらないんじゃないかなということで、結論舞茸は遅れるのかなと思います。遅れてもし出た場合は豊作かなと思います。湿気がですねちょっとありすぎますね山。あ、本当になんかそんなこともお話ししてたんですけど、実際今日山入って感じました。めっちゃ湿気ありますね。湿度が高いと舞茸ダメなんですよ実は。で日照りトンビ雨舞茸と言いますけれども、あまりあまり湿度があってもだおーっとめっけました。目の前です、わかります。わ、これ珍しい。お、綺麗だ。これ全然いける。ここと、ほら、中に出てますよ、ほら。めちゃくちゃ中に入ってる。お、すげえ。こっちにも粘ってんじゃん。かよ。すげえな。ちょっとこれ取ってみようか。これ、わ、これ多分長のやつ綺麗だな。めっちゃ綺麗だと思う。ちょっと取ってみましょう。そりゃ。中野は多分日が当たらない分マシ。うわ、すごい。すげえ。あ、こっちにもある。なんだこれ。ま、これはちょっと老けてるところですね。この中野部分。ほっ。ほら。綺麗ですね。中野部分はやはり。こっちも。これも結構いいんじゃない？あ、これ硬い。すごい硬い。硬いですね。これちょっといただきましょう。ちょっと割りかしいな。で、こっちの方、あれ？どこだ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 、ほらほらほら、すごい菌が蔓延してますね、あちこちに。すごい。これですねやっぱり折れたりするとトンビもそうなんですけど、折れたとして出るんですよ。あ、出るというかつくというか生えるというか、なんですけども、これ多分今年の冬っていうか昨年度の冬、なんて言うんですかね、年度末の冬というかに折れたんでしょうね、春に。それでおそらくついたんじゃないかなと思うわけですけど、ちょっと撮りましょう。ちょっと綺麗に撮りたいので、じゃん、綺麗に撮りたいので、ちょっと待ってくださいよ。ま、いらないですね、ナタ。ナタはいらないです。はい、こんな感じ。裏手の方に虫入ってないんで、まだ全然バラして乾燥させると大丈夫だと思うんですけど、さ、これ取ってて何にしますかね。花びら竹結構パスタなんかに入れたりとか、結構脇役的なキノコではあるんですけど、結構いい出汁出るんですよ。スープになんか入れてもいいと思います。はい、花びら竹が出てるということは、まあまあ夏のキノコはですね豊作というか、まあ順調に出たのかなと思います。おっちょ、まあ分かりやすいように今日もザル持ってきました。はい、こんな感じです。触った感じ結構ゴム状になってるんですけど、
これがですね、こんな風に触ってボロ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 ってなると、もうめちゃくちゃですね、こう後ろの方に虫が入ってたりするわけですよ。でもそれバラして結構いいところだけ取って、キクラゲのように、さっきも言いましたけど、キクラゲのようにですね乾燥させて、干しとくと結構保存も効くので、もし見つけたらぜひ取ってください。花びらだけ、まあまあさっきのパターンが一番わかりやすいんだと思うんですよ、皆さんには。折れた木、折れてる木を探すと大概ですね、つきます。まあまあ毎年つくわけではないんですけども、その折れた年はですね、わりかしつきやすいんですよね。ですので、まあカラマツ林を見て、あ、今年折れたなと見ておけば、まあほぼほぼ、まあ花びら竹は取れるのかなと思います。あれ誰だっけな、なんか花びら竹取れましたなんていう、あれも来ましたけど、よいしょ。まあ、全国各地からですね、いろんな、情報はあるわけですけど、本当にありがたいですね。なんか今年の夏、昨年よりも、湿度が高いんですよね。私の記録によると、昨年よりも、湿度が高いので、もしかすると今の状況だと、おーめっけ。うわ、いい状態だ。めちゃくちゃいい状態。やっぱりな、もう9月のこの時期に、この時期で、花びらがですね、これだけ出てるということは、やっぱり花びら竹も遅れてるんですね。だいたい花びら竹、お盆とか、お盆前とか、もう8月のですね、上旬ぐらいから取れ始めるキノコなんですよ。それがですね、9月の上旬まであるということは、手が遅かったんだろうと思うんですけども。さあ、取りましょう。取りましょう。よいしょ。押せば大丈夫な感じのものですね。結構真っ白い状態も多いんですけど、こういった黄色い状態のものもいいです。あ、ほらほらほら、まあまあちょっと家帰って干してあれしてみたいなと思います。これもちょっとバラバラにして干して、保存しててもいいかなと思いますね。お、なんかわりかしまだまだ取れるんじゃん。これやっぱりなんか一旦ですね取り方を覚えると結構すぐ取れたりするわけですよ。例えば今日久々にやばくても花びら竹狙いでもこんな風に取れてしまうという、まあ、不思議な現象が起きるわけですよ。例えばなんか5回もですね山に連続で行って何も取れなかったっていう人もいるわけですよ。はい、誰とは言いませんけども、5回連続トンビマイタケを取りに行ってゼロだったっていう人もいるんですよね。はい、ということで、今くるりと回りまして、花びら竹何株だ ?1、2、3、4株、4株ぐらい見たんですがね、老けてたもの合わせて結構見ました。その中の2株程度をちょっと持ち帰って、これから天日干しなんかしたりですね、ちょっとやってみたいなと思います。今日のおさらいです。ですね、花びら竹を取りたいなと、一度でいいから取ってみたいなという人は、まずはカラマツ林に向かってください。向かってください。カラマツ林に向かってですね、できれば、こんな風に上を見て弱ってる木、例えば枯れてる木だとか、それからもう一つの一番の目安は倒れてる木、そこにまずは向かってください。するとですね、確率がものすごいぐんと上がりますので、ぜひぜひこれを参考に皆さん花びら竹取ってみてください。さあ、それでは戻ります。さあ、戻ってまいりました。戻ってきた途端にめちゃくちゃ雨が降ってまいりましたけども、これをですねちょっと洗って、きれいにですねバラして洗って水洗いをして、あとは干すだけという工程になります。花びら竹、まずはですね軽く洗っていきましょう。ということで今洗い終わりました。軽くバラしながら洗っただけ、非常に簡単なものなんですけど、ただこれをですね2日ぐらい、
こんな風にご座の上で天日干しするだけです。それからですね、キクラゲのようにカピカピになるまでやるのがポイントです。至って簡単でしょう。これが私流の花びらたけ保存法です。いや、すぐ食べるという人だったらいいんですけども、なかなかですね、すぐに食べるということもですねないと思いますので、こんな風に乾燥させてキクラゲ状態にして保存しておくといいと思います。ということで、今日は夏のキノコの最終日、花びらたけをお送りしました。次回ですね、次回はトンビマイタケの方ですね、ちょっと見に行きたいなと思ってますので、ぜひぜひそちらの動画もご覧ください。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とポチッと高評価もよろしくお願いします。